どうもブラックマックチャンネルのマックです。今回もアマゾンフレックスで、近況だったり感想、気づいたこと、感じたことをお話しさせていただきたいと思います。66回目からお話しします。平日の14時45分から20時45分の6時間のブロック、荷物が116個で片道36分、20時10分終了、2個持ち戻りがありました。ステーションまで38分だったので、この日は家に着いたのが2、30分オーバーしてしまいましたね。次、67回目平日14時45分から20時45分の6時間のブロック、荷物が93個で片道46分、18時40分カンパケ、家まで1時間、なのでこの日は約1時間早く家に帰れたという形ですね。でこの日にですね、私 Amazon Flex やっていて初めてですね、名前は言えないですけど超有名人のお宅に配達しました。で前回も配達した家だったので、前々からすごい家だなぁと思っていたんですが、たまたまこの日は玄関にね、この超有名人の方がいらっしゃって、気さくないい方だったんですけど、ちょっとだけお話できました。ラッキー。次、68回目平日の14時45分から20時45分の6時間のブロック、荷物が123個で片道26分、19時40分カンパケ、全部配り終わりました。で家まで30分だったので約、30分前倒しで終わったという形です。69回目平日14時45分から20時45分の6時間のブロック、荷物が117個で片道11分、で20時に終わりました。ただ持ち戻りがあったのでステーションまで15分、まあほぼほぼ時間通り家に着いたという形です。で70回目日曜日18時から22時までの4時間のブロック、荷物が4個、その代わり片道1時間で、ちょうどねプライムセール直前だからか、他の配達員の方もね、少ない方がちらほらいましたね。やっぱりね、セールに買うために、セール前は Amazon で購入する方が少ないのかなと感じました。1個目のね、荷物を届けた後、2個目は16分走ったところで、で次が9分、で次が22分っていう形でした。19時36分、カンパケです。家まで40分だったので1時間半以上早く家に帰ることができました。次、71回目平日の18時から22時までの4時間のブロック、この日からねプライムセールがありました。で暑かったので熱中症予防で荷物減量日でしたね。で荷物が34個で片道21分、20時50分カンパケです。家まで10分だったので、10時に終わるはずが9時に終わってるので約1時間早く終われたという形です。72回目平日の15時15分から21時15分の6時間のブロック、この日も熱中症対策として荷物減量日です。荷物が88個、片道50分。で、19時、カンパケ。家まで1時間だったので、まあ、1時間ちょっと早く家に帰れたという形です。次、73回目。平日の14時45分から20時45分の6時間のブロック。荷物が102個、片道25分。でプライムだからなのか、プライムデーだったからなのか、大きい荷物が多くなりました。
ただね、一休憩を2回ほど入れて19時10分カンパケ、家まで1時間だったので、まあ、30分ぐらい早く家に帰れたという形です。74回目、平日の15時15分から21時15分の6時間のブロック、荷物が104個で片道41分で、この日はステーションで積むのに手間取っていたら、あの黒いベストを着た方が優しくね、積み方の工夫を教えてくれました。ただこの日のね、ルートはとってもね、配達しづらいルートで、アプリのナビもね、ひどかったので、終わったのが20時45分で1個持ち戻り、ステーションまで40分かかったので、家に着いたのがね、21時40分ぐらいだったのかな。なのでこの日は時間オーバーでしたね。2、30分オーバーしてしまいました。次、75回目、この日は土曜日です。18時から22時までの4時間のブロック、荷物は45個で片道11分で、プライムセール直後なので大きい荷物ばっかりでした。21時25分カンパケ、家まで25分経ったので、ほぼほぼ時間通り終わったという感じです。次、76回目、日曜日の18時から22時までの4時間のブロック、荷物が39個で28分片道かかりました。で、この日はステーションの方がボックスに入っていた荷物をね、バラしてしまっていたので、集荷の際に一つ一つアプリで読み込まないといけなかったので手間がかかりましたね。で、この日は初めてね、自分の家の地元に配達で、ちょっと嬉しかったんですよね。ドキドキしていました。ただ10時終わり、22時終わりで持ち戻りが5個、ステーションまで20分だったので、結局家に着いたのが22時45分ということで、本来終わる22時の45分オーバーになってしまいました。で、次が77回目、祝日の14時45分から20時45分の6時間のブロック、ステーションでダミーを読み取って一つも配らずに近隣で待機してました。で、17時15分に再びステーションへ行って荷物を集荷という珍しいパターンでした。他の方もね、そういった方がいて、私の他にも4台ほど待機している様子が見られました。で、荷物が34個、45分片道で、20時20分終了、持ち戻り2個で、ステーションまで45分だったので、まあ、待機している時間が2時間ほどあったんですけれども、結果的に終わったのが、家に着いたのが21時30分なので45分オーバーですね。だから、なんかちょっといいのか悪いのかって感じですね。はい、じゃあ77回目までお話したので、この続きはまた今度お話しさせてもらいたいと思います。ご視聴ありがとうございました。